どうも、だらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、イーサリアム、リップル、モナコイン、IOST、ネムの方をやっていきます。で、まあ昨日ね、の動きからね、まあちょっとね、値動きがあったやつもあれば、まあ大体はね、同じような動きをしてきてるんですけど、まあその似たような動き、上がり下がりだけ見ると同じ動きなんですけど、いろんなね、ラインとかを見ていくと、やっぱちょっとね、これはちょっと、一緒ではないなっていうようなものもありますので、そういったのも加味して、ちょっと相場分析やっていきたいと思います。まあ、今日ちょっと遅くなったんですけどね、ちょっと今日車検にね、の車を出していて、今あれなんですね、車検ってもう1日でできる時代で、前回した時はね、早くやってくれって、お願いして、あと1日ぐらいでね、車検が終わったんですけど、今回はね、半日ぐらいで終わったんですよね。しかも結構安くで終わったので、まあ、良かったと思っております。はい。まあ、余談は、よしとして、まずはビットコインからやっていきたいと思います。はい。で、ビットコインが、まあ、依然としてね、まあ、100万ぐらいの下落がここあってから、最安値をつけた場所に、一度試しに来たんですけど、そこは、陽線で終わったと。ぐぐぐっと買われて陽線で終わったと。っていうことで、今またそこからね、こうやって落ちてきてるんですけど、僕の予想としてはもう一段階落ちるんじゃないかということは言っておりました、ここね。もう一段階落ちて、このラインまでは落ちるんじゃないかって言ってたんですけど、まあただ、まあそこまではっていうのも、まあまあ、ここね、ここを割った時点で、まあここまでは見てるっていう話なんですよね、それは。ただここを割ってしまうと、かなり悲観が走りますので、そこはね、注意が必要だということで、で、もう一つ、これはまあもう、どちらかというと、下がるのを目安とした目線ですよね。はい。で、上がる目線としては、まあ、昨日も言った通り、まあ、ここ1回下を試して、2回試してますよね。で、まあ、ここもね、ちょっと上ではあるんですけど、3回試してるわけですよ。で、ここ今4回目が来ていて、4回、5回というふうに、この底がね、割れないぞと。何回もタッチはしそうになるんだけども、買い支えられて横横すると。言った展開になるのであれば、ロング勢たちが、ロングを入れやすくなってきますので、底固めがね、できてるんじゃないかということで。ですので、それだと、ここを底にして、またね、上に向かっていくという展開は、まあ十分あり得るのかな、というふうに思っております。はい。で、まあ二つね、このラインとこのラインがあるって言ったんですけど、まあもうね、この、長期で続くこの上昇トレンドと、まあ、ぶつかって、この横軸がね、ぶつかってきますので、まあ、横横していたとしても、まあ、いずれね、上げていかないと、この線を割ってしまうと、この上昇トレンドをこうやってね、下に、ちょっとね、はい、こうやって割ってしまうと、まあ、いよいよ下落トレンド突入かと、まあ、言った展開になっていくと思います。で、もし下落トレンドに続くのであれば、この期間っていうのが、まあ、結構ね、12月、去年の12月ぐらいから、後半、12月後半ぐらいから始まった上昇トレンドだったんですけど、これが終わってしまうっていうことは、まあ、最低でも、まあ、半年ぐらいは経っておりますので、この上昇トレンドはね、ってなると、まあ、2ヶ月から3ヶ月ぐらいのね、下落、もしくは、まあ、早くても1ヶ月半とかね、それぐらいの下落が続くんじゃないかなと思っております。はい。そんなね、1週間とか、まあ、1日2日レベルの下落で、また戻してくるっていうことは、まあ、なくなるのかなっていう感じですかね。はい。ですので、今は、まあ、しっかりトレードしたい方は、しっかりね、心配だと。今入るのは心配だという方は、やっぱこういう風にね、下落の、まあ、線を引いてもらって、で、この中で推移していると思うんですけど、ここをね、上抜けた時に、ちょっと待って
ですね。ちょっと見えにくいんで消しますけど、まあ、こういう下落トレンドを描いてもらって、でここのね、まあ、最安値のところは維持しているということで、まあ、ここをねしっかり上抜けた時に、まあ、またね、玉を入れればいいかと思います。はい。でまあ損切りをねある程度許容できますよっていう方は、もうねここにこの線に、まあ、できるだけ近い形のところで買っとくと。でここが底固めになるのであれば、まあ、またね、いずれ上がっていきますので、上がっていって、まあ、もし押し戻されてもまたここがサポートになるといった展開になりますので、ここを損切りラインにしやすいのかなというふうに思っております。はい。でさらに、まあ、ここをね、もう一度ね、こう、もう一段階下を試す可能性、もう一段階下に行く可能性というのは全然ありえますので、下に来た場合はね、まあ、そこで買っていくのもありなんですけど、まあ、ただ、ここはね、もう最後の、まあ、まあ、なんていうんですかね、まあ、滑り止めというか、まあ、ここを割ってしまうと、ちょっと、長引くというふうに、下降トレンドが長引くという形になりますので、ここで買う場合は、まあ、よくね、しっかり反発されたタイミングっていうのを見計らって買うべきかというふうに思っております。はい。でまあガチホ勢はもうこのままガチホしとけばいいと思いますし、まあ、長期で見るとまあもちろん上がっていくとは思うんですけど、まあ、最近ねニュースであった、まあ、バイデン政権ですよねの SEC の方が、まあ、ビットコイン、仮想通貨ですね、に対しての規制を行うと。で、規制というのは、使わなくする規制ではなくて、仮想通貨をより、まあ、きちんとね、まあ、税金だとか、まあ、いろんな問題があるわけですよ。そういう仮想通貨にマイナスな部分を規制して、もっとね、公平な取引をできるような規制を作っていくと。なので、まあ、規制って言ったらなんかこう、ダメだよって言われてるように聞こえるんですけど、そうではなくて、仮想通貨を今後、しっかりとした、ものとして、扱っていくための規制を、作るというふうな、まあ、ニュースも出ておりましたので、まあ、そこがね、インフラっていうか、そういうものがこう、整ってくると、まあ、もっとね、一般的に、より、まあ、一般層の人たちも参入して行きやすくなってくるというふうな、まあ、形になると思いますし、まあ、いろんなニュースがあって、まあ、どちらかというと、まあ、今後ねビットコインというものがいろんなところで使われていくっていうファンダがありますので、長期で見ると、まあガチホかなというふうな感じでは思っておりますけど、中長期的に、中期的に見たら、まあ、もう一段階下げる可能性もあると。さらにもう一段階下げると 1,2 ヶ月ぐらいの下落は、あるんじゃないかという見方です。はい。で続きましてリップルです。はい。でリップルもこの下降トレンドに、まあ、ビタビタに結構効いておりまして、でビットコインと同じように、まあ、2回ねそこを試したという展開になっております。はい。でもほぼほぼ、まあビットコインと同じ、まあ、戦略としては同じになってくると思うんですけど、もちろんここを抜けるかというところと、ここでねこのラインで、そこを作れるのかっていうところなんですね。でこのモヤモヤ期間がありますので、まあ、ここでね買い支えられているのかなっていう風な展開で、落ちてくるのであれば、まあ、このモヤモヤ期間のこの下の方もあるかと思うんですけど、まあ、下手したらまあ全戻しぐらいのところまでは、まあ、最悪ね、考えられるというところにはなるんですけど、まあ、おそらくね、リップルはまだ本当はね、上げれる余力があると思いますので、ここまで上げてくると、まあ、300万円台まではね、絶対、もう、行く勢の方がね、まあ、どっちかというと多いと思いますので、ビットコインもね、もしここで下げ止まってるのであれば、どういうことかっていうと、まあ、短期的に大きな売りはあったものの、下がったら買い増したい勢はいるんだけども、今の玉を利確したい人たちは少ないってことなんですよね。要は、今保有している分は売りたくないんだけど、下がってほしい勢が多いと。だから買いも少ないんですよ。うん。買いも少ないけれども、持ってる勢は多いんですよ。だから、買い増したい勢が、まあ、常にこう、狙ってるっていう状況なんで、なかなかね、落ちるにもきっちり落ちていく。まあ、こんだけ落ちたらきっちりの方かもしれないですけど、これ以上のね、これ以上の下落がないってことは、やっぱそういうことだと思うんですよ。
はい、ですので、まあ、リップルに関してもビットコインに関しても、まあ、そういった状況から、まあ、そこを作っていく可能性というのがまだ見えてきていると、昨日はね、昨日と違った展開というのは、まあ、そういう感じかなと。まだ下がってこないんでね、はい、という展開です。はい、続きましてイーサリアムです。で、ビットコイン、リップルは、まあ、このね、下落の中を推移していたんですけど、イーサリアムに関しては、このね、下落、まあ、急なね、この短期の下落を一回抜いてきたんですよね。大きな陽線で、ちょっと違う動きを見せてきております。ですので、まあ、イーサリアムはどちらかというと、結構ね、強い、まあ、もともとね、この平行チャンネルの中を推移していて、まだ割って、ビットコインはここを割ってるからね、ここを割ってきておりますので、そういった面で考えると、まあ、どちらかというと、その2通貨よりは、まあ、ちょっと強気目線で見ていていいのかなっていうところです。で、まあ、ここもね、こんだけ上げてきてますので、まあ、一旦そこは作ってるのかなというふうな判断も、まあ、全然できるかなというところで、一旦このね、最高値目指してくる可能性っていうのはあると思います。まあ、ここを抜いてきましたので、はい。まあ、ここレジスタンス、ここね、この辺とかを抜いて、一旦上に抜いてきましたので、まあ、この平行チャンネル上のね、上限ぐらいまでタッチで一旦少しだけ最高値更新して、またこうダラダラと下がってきて、また上を目指すっていう展開はまあ見込めるかなというところです。で、まあ、この、ね、この線を、まあ、大体ね、24万付近を割ってくるのであれば、24万5千付近をまた割ってくるのであれば、まあ、ちょっと一旦この短期のトレードというよりも、まあ、横しながら、この、底値を割らずに横続きの、まあ、どっかで上がるっていう風な目線に切り替えるかなというところです。はい。まあ、2通貨よりは、まあ、どちらかというと、思い浮きがいい、相場になっているっていう感じです。はい。ですね。まあ、もう僕だったらまだね、買うか買わないかと言われたら、やっぱり、もうちょっと様子見るかなっていうところです。で、今買ったとしても、まあ、一応ね、損切りラインっていうのは、まあ、こことかね、に、まあ、設定できるんですけど、はい。まあ、なぜかというと、これね、単体のイーサリアムだけでまあ見ていいのか、それともビットコインの動きも加味して見るのかっていうところで変わってくると思うんですよ。で、やっぱビットコインにそう、ビットコインよりは上げてきてはいるんだけども、もう一段階下げてくるというふうな形になる可能性もありますので、まあ、そこを考えると、もうちょっと底固めを見せてほしいなっていうところです。はい。まあ、そういう感じです。はい。続きましてモナコインです。モナコインは、一応ね、この下降トレンドは割ったというよりは、まあ、横抜けですよね。はい、一応この線のね、このところでちょっと揉み合って駒作ってから、駒作りの次のターンで上げるのかなと思ったら、まあ上げてこなかったんですよね。しかもこれね、下ヒゲの方が長いので、どちらかというと上げやすいフェーズなんですけど、もしかしたらここがね、またグググッと買われて、下ヒゲ作っての陽線に変わると、そこからの、反発っていうのがある可能性はあるんですけどね、まだ時間がありますので、ただ今はちょっと売られてきていると。これがね、もし陰線で終わるのであれば、このコマを作ってからの陰線っていうのは、あら、上げなかったんだっていう風になるので、まあ、これもまた横するのかなという感じです。まあ、ここの底根を、割らずに、まあ、横した後、まあ、もう一度ね、上がるのかなと。ただ、もう一度ね、横して上がるのであれば、やっぱこのね、直近のこの最高値を上抜けしないと、今度は、まあ、ダブルトップになって、ね、こうダブルトップの形になって、今度下げてくる可能性がありますので、それがね、一応、うん、まず、まあ、要注意する材料としては一つあるのかなというふうに思っております。はい。で、今はね、まあ、ここで底固めするっていう観点で見ると、まあ、今は買いなんですけど、もちろん。買いなんですけど、まあ、心配なのは、ここを割ってこないように、注意するべきっていうところですよね。はい。で、こういう時に、まあ、僕がいつも紹介している、
取引所のねビットバンクっていうところを使うと指し値といってね、まあ予約できるね、取引方法がありますので、そういったのをまあ有効活用できると、そういった時に戦略として組み込んでいけるというふうになりますので、まあぜひね概要欄載せてますので、使いたい方はね、登録してみてください。はい、ということで続きまして、ネムです。はい、ネムです。まあネムはですね、まあ一旦このね下降ラインは抜けてこれたんですけど、ここね、ここ抜けてポンと一旦上げはしたんですよね、ここまでね。ただそこから急にまた下落して、まあずっと横横で、さらにもう一段階下げてきているというところなんですね。でまあこの最安値のここはまあギリギリ割りはしてないんですけど、まあこのボックスみたいな形でずっとねこう横横するんじゃないかなと思います。ここを抜けたらまあ一旦少しの上昇はあると、ここを下抜けるとまたさらにねこの、直近の最安値を目指していくという形になりますので、そこだけ気をつけて、まあこのね横横をまあ見とくと。でまあこんだけね、まあ2番底と、まあどこを抜けたら上がるっていうのが分かっておりますので、でまあ結構ねこんだけ落ちてきておるっていうところを考えると、まあネムの将来を信じる方はまあ今買っといてまあいいのかなっていうところです。はい、でまあ将来を信じるけれども、ここまでは許すよというラインとしては、やっぱこのね、直近の最悪数である36円付近を損切りにするのか、それともちょっと浅めに設定して39円付近をね、するのか、もしくは、ここを抜けてね、しっかり抜けて、実体線で抜けてから、トレードに参加するのかっていうところを考えながら、まあ、トレードすればいいのかなっていうところです。はい。まあ、こういう、遠目に見ても分かる通り、まあ、もうまさにね、こう反転しておりますので、はい。抜けてはいるんだけども、まあ、横横っていう感じなんですよね。はい。これどういうことかっていうと、まあ、ものすごく買いがね、入ってなくて、出来高がめちゃめちゃ、少なくなっている状況ですので、まあそこはね、まあそういう時こそチャンスっていう見方ももちろんあるんですけど、ちゃんとね、損切りラインと利確をしっかり考えとけばね、という、まあ、展開ですね。はい。まあ僕はもうちゃんとね、がっつり上がってきてから、買いに入っても遅くないと思っておりますので、このね、下落がね、急な下落があるこのラインですよね。僕がもし買うのであれば、ネムは僕はあんま持ち続けるというよりは、まあちょいちょいね、利確しながら、買うならありかなと思ってる通貨だと思っていて、ここですよね。この42円付近を上抜けするのであればね、まあこの直近の最高値の小山のところですね、ここを目指してくると思いますので、ここね、を目指してくると思いますので、まあ、そこを狙っていくと、こっからここまでの上げ幅を狙っていくっていう、まあ、展開はまあいいのかなというふうに思っております。はい、まあ、それぐらいですかね。はい、次はして IOST です。はい、IOST です。 IOST はですね、やっぱりここの下降トレンド一回抜けてきたんですね。抜けてきたんですけど、まあ、上がることができず、ずっと横横しながら、まあ、でもバチバチに効いてますよね、この、下降トレンドは。で、まあ、抜けきれないっていうことで、まあ、今一旦またそこをね、試しに来ているという状況で、ですね。まあ、直近の最安値である 6.5 円付近ですね。この 6.5 円付近のところまでは、まあ、あるのかなと。これはアセトラみたいになってると思いますね。ですので、まあ、僕はね、一旦抜けたものはね、いずれまた抜けやすいというふうに僕前々から言ってる通り、まあ、もよもよして下は試すと思うんですけど、まあ、ここのね、底根は割れずに、またね、いずれここを割ってきて、またちょっと強い上昇が来るのかなというふうな展開を、まあ、予測はしております。はい。で、まあ、この、ここまで落ちてくるとね、まあ、結構ね、調整は踏んでるんですよね。なので、まあ、チャート的にはもうそろそろね、上げてもいいのかなっていうところなんですけど、ただ、まあ、ビットコインですよね。ビットコインに相関されているっていう点も含まれると思いますので、そこはね、まあ、そこも加味して考えておいた方がいいかなというふうに思います。まあ、今
今は、まあ、ロング税、ロングというか、ロングじゃない、長期、ガチホ税は、まあ、持ち続けとくというところですね。で、さらにここを割ってくると、またね、IOST もちょっとね、長期の、まあ、お休みタイムに入ると思いますので、ここをね、完全に割ってしまったら、まあ、一時ね、まあ、この最高値を目指すには、まあ、ちょっと、まあ、1ヶ月、2ヶ月の、まあ、猶予が必要かなというふうになってくると思います。はい。まあ、それでも良ければ、今買っとくのもありと思います。はい。今買っといて、まあ、もうちょっとね、下試すと思うんで、まあ、この線タッチぐらいで、まあ、下抜けしないような、ちゃんとね、反発されたぐらいのタイミングで、まあ、買っていくのはありかなと思います。それと、もうここがね、締め切りが迫ってますので、ここの締め切り間近で上を目指したときに、横抜けで抜けていくのか、上昇で抜けていくのかで、また見方が変わってくるんですよね。横抜けでこう抜けていった場合は、まあ、ある意味、好材料としては、このね、底が固まったと。これ以上は下げないっていう見方もありますし、悪い見方としては、横抜けの場合は、ちょっと出来高が少ないと。買いが少ないなと。あんまり今はね、これを買いたいという人たちが今少ない状況だな、というふうになっておりますので、まあ、ガンと上げるのは、まあ、好材料でいいんですけど、横の時はそういった見方をするべきだと。ただ、横抜けした時に、まあ、ずっと横しとくと、まあ、底固めされてるなという展開から、まあ、ロング勢が入りやすくなるという展開ですので、まあ、とにかくここを割らなければ、まだね、好材料が、まあ、残っているという形です。抜けてくると、まあ、一時ちょっと無理かっていう形になっていくかなっていう展開です。はい。はい、ということで、まあ、今日もね、そば分析してみましたけども、まあ、似てるようでちょっと違う動きになっていると思いますので、まあ、よくそこをね、皆さん、戦略してもらって、できるだけね、利益を獲得できるような戦略に結びつけれたらと思っております。はい、ということで、今日の動画が良かったと思う人は、いいねボタンとチャンネルボタンよろしくお願いします。で、途中でね、紹介しました取引所、ビットバンクですね。ビットバンクは、手数料が安くて差し荷取引ができる。そしてアプリで使いやすい。携帯一つでできるというふうな形になっておりますので、僕と同じね、取引所を使いたい方は、ぜひね、登録してみてください。概要欄に載せておきます。では今日の動画を終わりたいと思います。おつ。